募金、お願い。ごめんね、急いでいるんだ。募金、お願いします。弟が病気で、手術にお金が必要なんです。おう、いいぜ。やったほらよ。お札だありがとうございます久しぶりに募金してもらっちゃった。そういえばさっき見てたけど、あんまうまくいってないみたいだな、募金活動。声をかけてもみんな行っちゃって。まさか一人でやってんのか？両親は？手術のお金が必要だから。お父さんやお母さんは遅くまでお仕事してて。そっか、大変なんだな。だからお父さんやお母さんが来れない分、私が頑張らないと。それに、恵まれない子供たちのためにどうか募金を。募金お願いします。募金しちゃいます。ありがとうございます。あの人たちは私と違って、見ず知らずの子供たちのためにみんなでお金集めてるんです。それってすごいことだと思います。だから私ももっと頑張らないと。そうか、えらいな、お嬢ちゃんは。ちょっと場所を変えるか。え？闇雲に話しかけてもうまくいかないだろう。もっと目立つところでやらないとな。少しだけ手伝ってやるよ。ありがとうございます。私、めぐみって言います。おじさんは？俺は春日だ。じゃあちょっくらいい場所を探すかな。募金が集まりそうな場所は。よし、あのマダムたちの近くでやるぞ。はい。あら、ごめんね。悪かったな。
悪かったな。そうか。いいぜ。
すまねえ。
そういうことだから。じゃあ。ありがとうございました。 あ、そうだ、これいつもお世話になってるお礼です。そうか。 ありがとな。 今日も頑張ってるのね。 募金してもいいかしら？ とんでもないです。 ありがとうございます。 じゃあ俺はもう行くぜ。 頑張れよ。 はい。 募金か。 あまり深く考えたことなかったが、 これからどこかで見かけたらまたやってみるか。 本当に必要なやつかどうかよく見極めねえとな。